口駐輪場前来たぞ。なんかここから出てすぐの建物で待ち合わせなので行ってきます。あ、もしあれは、あ、わらわらマスク2号さんですか。あ、こんな母が言うので降りてきてくださいよ。ハハ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 。違うよ、これで来たんだよ。これで来た？そう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 。ワイフ2000円から。そう。え、今日これで帰るの？いや、今日そこ泊まってく。え、泊まってく？泊まってく。今日も帰らない。何億光年かかるの？帰るまで。快速だったら10分だね。快速で10分。ああ、いやー、ワイフ2000円近いんだ。割と近いよ。錦糸町から近いんだ。近い近い、繋がってるから。2駅。え、ちょっと間の駅は何ていう駅かな。木星。木星。木星。バイオディゼル。そう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 。これすごいんだよこれ。これ大きいでしょ。いろんなのついてるから。すごい。はいはい。あ、まあさ、あの4月12日、うん、デビュー戦だから。そう。頑張ってね。俺デビューしちゃうの。そう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 。YMZ2号。ねえ、ねえ、なんで2号なの？そういえば。あのね、俺ね、2号っていう名前なのよ。名前？ 1 号がいての2号じゃないの。2号っていう名前だから。あー、一郎いないのに二郎がいるみたいな。あ、なるほどね。三郎がいるみたいなもんなの。あー、そう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 。じゃあ一回これから2号って呼べばね。そうそう、2号っていう名前だからそれでお願い。なんでさ、宇宙人なのに日本語喋ってんの？ああ、あのね、YMZ1000でね、日本語しゃ、流行ってんの。流行ってんだ。結構みんな喋ってるよ。へえ、じゃあ勉強したんだ。そうそうそう、日本語流行りなの今。へえ、T シャツも。これさっき浅草で買ってきたの。浅草で1500円。へえ。そう、安かったから買っちゃった。あ、ほんと流行ってんだ。流行ってる。へえ。みんな日本好きだよ。へえ、そうなんだ。そう、なんで俺今日ここ呼ばれたの。いや、なんかほら、LINE でさ、まあ、じゃあなんか4月10によろしくねとか、なんかそのやり取りでこう会う流れになっちゃったから、まあ、そこはのめんどくさかったから、まあじゃあ会おうかなと思って。何それ、なんか会わなくてもよかったんでしょ。まあ、会わなくてもいいという気持ちはやぶさかでもないけど。わざわざロケットから来たんだよ、俺、ロケットで15分かけて。ね、15分だからすぐだよね。すぐ近くてさ。まあまあ、いいじゃん。じゃあね、4月12日デビュー戦、頑張って絶対勝つぞ。おう。